4年ぶりに通常開催となった今年の那覇マラソンを裏方として支えたボランティアスタッフはおよそ4000人です。昨日那覇市では給水や交通整理などに携わったスタッフを招いた慰労会謝恩の夕べが開かれ、協会長の知念那覇市長らがねぎらいと感謝の言葉を伝えました。走ってる人が一生懸命頑張ってる姿がとても自分も頑張らなきゃって勇気をもらえたので、給水ボランティアができてよかったです。みんな応援したい、また町を盛り上げたい、みんないろんな思い出になるの参加したんじゃないですかね。来年もまた成功を祈ります。会場では今年の那覇マラソンを振り返る VTR も上映され、参加者たちは沿道で感じた興奮の余韻とともに大会を振り返っている様子でした。